スプリングフィールド M1873 トラップドアはアメリカ陸軍に採用された最初の標準装備となった後装式ライフルである。不標銃型と騎兵銃型のバリエーションがあった。不標銃とカービンの両方ともにブラックヒルズ戦争とインディアンに対するその後の戦いで広く使用され、一部は米西戦争と米比戦争でも使用された。 モデル1873は、オーリンのトラップドアデザインの5番目のバリエーションであり、蝶つががついた、ブリーチブロック、汚染、閉鎖器のこと。跳ね上げ扉のように開いた日んで命名された。本銃は、単発式なので、銃本体右側面のサイドハンマーを起こし、ブリーチブロック右横のレバーを持ち上げロックを解除して、そのまま、ブリーチブロックを髪型に開いて、 手で一発ずつカートリッジを薬室に込めた。ブリーチブロックを閉じ、トリガーを引くと、ハンマーが倒れ、ブリーチブロックの後端右側にある、ファイアリングピンの末端を叩くと、ブリーチブロック内のファイアリングピンが、前方に突き出て、カートリッジ後面のプライマーを撃破し発砲した。その後、同じ手順で、ブリーチブロックを開くと、 ブリーチブロックと連動したエキストラクターによって使用済み薬莢が自動的に薬室から抽出され弾かれるように重本体の外に排出される仕組みだった。不標重型は重心長 829mm の重心を特徴としたが、カービン型は 560mm の重心を用いた。カービン型は前床が重心の途中までしかなかった。 M1888 のブリーチブロックオープンホン銃のカートリッジは45から70から405と名付けられた。それは45口径70グレインの黒色火薬によって推進される405グレインの弾丸重量を示していた。それは毎秒1350フィートの方向初速だった。その時代の光線戦術のためにそれを強力で 効果的な装填量にしていた。起乗した機兵が使用するカービンの反動を軽減するために装薬量を55グレインに減少し威力を低減した45から55から405カートリッジが製造された。それに対応してこのカービン用カートリッジは毎秒1100フィートの減少した方向初速といくらか減少した有効射程だった。 本銃はもともと銅製カートリッジと共に支給されて1800年代後半にアメリカ西部で使用されたが兵士たちはすぐに銅が発砲の際に薬室で過度に膨張することに気がついた。これは使用済み薬莢の抽出を妨げることで薬室を時々詰まらせた。ジャムが起こった場合、 ナイフか同様の道具による手作業で詰まった薬莢を取り除く必要があった。カービン型には薬室に貼り付いた薬莢を取り除くための作成が付属しておらず、ひとたびジャムが発生すれば、兵士は銃を棍棒として戦わざるを得なくなった。1876年6月25日のリトルビッグホーンの戦いでの、 ジョージ・アームストロング・カスター・チューサの代替の全滅の後で調査は彼らのカービンのジャムが要因かもしれないと公表した。次にカートリッジはどうほどには膨張しない材料である新中製薬莢で再設計された。これは重要な改良であることがわかり、新中はアメリカの軍用カートリッジにおいてその時から現在まで使用される基本材料になった。 リトルビッグホーンの惨撃の後で、部隊は一週間に二回、射的練習を行うことを命ぜられた。彼らの一部は、陸軍に新たに設けられた、射撃技量賞に勝ち始めるほどに上達した。ありがとうございます。